はい、どうもケビです。ということで超究極サザビーなんですけども、こちら今回もやりますお助けライブを開催しておりますということで、早速ねもうやったんですけども、あのカイドウを持っている方、もしくはカイリーですね、この辺を持っている方であればもう誰でも参加可能です。今回アムロとひつがやさん、こちらがかなり強いんですけども、手持ち持ってる方はサクッと勝てると思うんですが、持ってない方に関してはなかなか厳しい戦いが強いられるんじゃないかなという感じなんですけども、私このひつがやとアムロ3体出すので、ぜひねそのカイドウもしくはカイリー、他の、まあ、手持ちよく相談ということで、そちらでね参加いただければなと思います。クエストの方なんですけども、自称クエでしっかり自称して挟まっていくという形なんですけども、比較的にですね、まあ、ドレインがかなり優秀ということなので、まあ、そちらをねしっかりパーティー編成組んでいただいたら勝率上がると思います。非常にで、私はしっかり組んで挑みますので、自信を持ってぜひ参加いただければと思います。クエストの鬼門ポイントなんですけど、ここの同時処理ですね、ここがボス2と捨て2であるということなんですけども、ボス2はですねこのキューベもしくはパック、この辺を使ってですね、まあ、抜けていくわけなんですが、この捨て2だけちょっと4、50使えない場面があるので、まあ、できるだけですね火力を上げて挑んでいきたいということです。そしてひつがやさんで SS 遅延をかけてですね、最後はアムロで SS で締めるという形なんですけども、困ったらアムロで SS 打って抜けるという感じですかね、まあ、そこだけ意識していただければ比較的勝ちやすくなってると思います。一通り伝えたいことはお伝えしたので、当日ライブで待ってます。ぜひぜひよろしくお願いします。そしてですねライブ放送にあたってですね、いきなり開催する場面もあります。一応降臨スケジュールに合わせてですねライブを行いますが、なかなかですね私の都合も合わない時もありますので、ぜひねチャンネル登録をお願いしたいです。チャンネル登録をしていただいてですね、ライブ放送の始まりを逃さずぜひねチェックしていただければなと思います。それでは残りどうぞ。サザビ出ます。サザビ発進。サザビ出る。
権利者、高評価、チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。